起点、境野町一丁目交差点矢部塚交差点新殿木崎方面を望む。方向が県道332号、方向が県道78号県道である。大田市新殿小が根井町新殿木崎方面を望む。方向が4車線化した県道332号県道、方向が県道332号旧道である。 神殿湖がねえ町北交差点神殿木崎方面を望む。方向が県道三百三十二号三十九号。方向が県道三百三十二号。方向が県道三十九号。方向が県道七十八号振動である。群馬県道三百三十二号気流神殿木崎線は群馬県気流市から大田市に至る一般県道である。気流市の東部に位置する。 堺野町から、もみ山峠ややぶつか温泉を経由し、大田市新殿木崎町までを結ぶ路線である。気流市、広沢町交番交差点から、大田市、やぶつか交差点の区間は峠道になっており、気流、大田市境に位置する、もみ山峠を通過する。そのためカーブが多く、大型車は迂回しなくてはならない。2013年度から2016年度にかけて、 群馬県道78号、大田大間ま1 0 0倍パス延伸工事に関連した、本堂の4車線化事業が、大田市新殿小金井町から山の上交差点の、区間で行われている。気流市大田市、気流市大田市大田市、気流市桐生大田市。ここから350メートルほど奥に進むと、新殿小金井町北交差点に至る。なお原道と旧道は直接接続はしていない。ここから奥へ、 県道39号と重複する。130メートルほど奥にある地点は、かつての新電工がねえ一交差点であり、信号機と交差点名を記した標識が設置されていた。後に78号振動が39号と接続し、さらに4車線化したバイパスが北へ延伸されると、332号はバイパスを通過する経路へ変更。 新殿小金井町北交差点は39号78号、新道332号の3路線が交差する地点へ変更となった。これにより、新しい交差点には、信号機と交差点名を記した標識が設置され、以前の交差点にあった、信号機や標識は撤去された。昭和34年の路線認定当初は、気流市、堺の町とだけ明記されている。 昭和34年の路線認定当初は、日田郡日田町大和木崎あざ南側828番となっており、現在の大田市新殿木崎町のことである。昭和34年群馬県国時台324号の気流新殿線に基づく表記。2005年に大田市、小島町、日田町との合併により、現在は大田市。なおバイパスは、 2013年3月に、大田市、西本町新田小金井町までが開通しており、その際あたり県道の終点付近はこのバイパスから乗り入れる形へと改良された、県道大田大まま線バイパス事業群馬県。ありがとうございます。